皆様おはようございます。ブレイクスルーエステルナリです。この度は本プロジェクトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。2010年から始まったアドベンチャーゲーム風のビデオブログ楢崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ、日進月歩のアップデートを実行しながら配信するスタイルを続け、視聴者皆様よりご愛好をいただいております。その新キャラクターであるアンジェリカが突如言い放った提言、それは同じ登場キャラクターの紅葉をバーチャルの世界へ送り込むことでした。昨年後期より巨大なムーブメントとなったバーチャルリアリティの世界、その世界でアバターを使って YouTube の映像作品を制作するクリエイターをバーチャル YouTuber と言われ、既存の YouTuber とは一味違う存在となり、急速に拡大するその規模は私たちクリエイターとしても注目すべきものとなっております。VR の世界を活用すれば表現の幅をもっと広げることができるかもしれない。そう思い、まず先にアバターを用意してユーザーコミュニケーションを広げようと考えたのです。しかしそう簡単にはいきません。精巧な 3D モデルの制作には高度な技術を要します。ルミナスタジオがそれを実用化させるためには非常に長い時間が必要でしょう。さらに他のクリエイター様へご依頼するにも、その高度な技術ゆえ多額の予算が必要となります。そこで立ち止まる私たちではありません。ならばクラウドファンディングによって資金を募り、クリエイター様と共同いたしましょう。このプロジェクトが成功すれば 3D モデルが作れます。しかしもっとご支援をいただければ、さらに美しく高品質に作れます。例えばもっと表情ができる、服の揺れが作れる、周りにシャボン玉を浮かばせれる。完成したモデルは一定以上のパトロン様は VR チャットで実際に使うことができます。これは実写映像で構成する YouTube クリエイターの新しいチャレンジです。プロジェクトを成功させてクリエイティブの新しいステージを開拓させてください。もちろん皆様とご一緒にです。